1947年9月2日に米軍により、撮影された宗谷臨時要塞付近の航空写真。宗谷岬先端付近には監視省、各種施設や兵舎、写真下部には4つの砲台跡が確認できる。宗谷臨時要塞とは、宗谷海峡の防備のため設置された、大日本帝国陸軍の要塞である。日露戦争後の講和条約である。 ポーツマス条約により、日本はロシアから南カラフトを得たが、南カラフトに要塞施設を築上することは禁じられた。また、宗谷海峡とマミヤ海峡の自由航海を妨げる軍事上の措置も禁じられたため、北海道の宗谷岬に要塞施設を築上することも外交上できなくなかった。そのため、戦時に臨時要塞の建築を予定した。 満州事変以降、ますます悪化する国際情勢から、宗谷林寺要塞の築城が現実味を帯びてきたため、要塞に充当する家宝と建築資材を時前に準備することとした。ソ連海軍は、ウラジオストクの艦隊の増強を図った。一万一戦争となれば、海上交通路を遮断される危険性が高まった。そこで、 敵艦船の活動を阻止し海上交通の安全を確保するため、要塞兵備に見直しがされ、宗谷臨時要塞の宗谷砲台と西の塗料砲台については、砲座のみを平時に整備することとした。昭和14年度帝国陸軍国土防衛計画では、やむを得ず、ソ連と戦争する場合には、宗谷と室蘭に臨時要塞を建設すること。 アメリカと戦争する場合には、まず、中クワ湾、カリマタ、船浮ロ、根室、室蘭に臨時要塞を建築してから、宗谷臨時要塞を建築することとされた。1939年8月、西の塗料砲台と共に着工が発令され、1940年2月、宗谷海峡の両岸で、砲台工事に着手、翌年9月に竣工した。 1943年8月と10月には海峡を抜けようとした潜水艦に砲撃を行った。これによりアメリカ潜水艦和風の撃沈に貢献した。しかし1945年6月にはバーニー作戦で日本海に潜入していたアメリカ潜水艦8隻が宗谷海峡を浮上通過したにもかかわらず探知できなかった。 終戦後、両岸の施設ともに老朽化した状態で残されている。96式 15cm カノン砲38式 12cm 榴弾砲38式 10cm カノン砲38式野砲宗谷岬西の塗料岬のシャップ越エとい、AB 満州事変以降、ますます悪化する国際情勢から、 宗谷臨時要塞の築城が現実味を帯びてきたため要塞に充当する火保を準備することとなった AB ウラジオストクのソ連海軍力が増強されたため1万1戦争となれば海上交通路を遮断される危険性が高まったそこで敵艦船の活動を阻止し海上交通の安全を確保するため要塞の兵備に見直しが入った AB 昭和14年度帝国陸軍国土防衛計画では、やむを得ず、ソ連と戦争する場合には、宗谷と室蘭に臨時要塞を建設すること、アメリカと戦争する場合には、まず、中臼区湾、刈又、船浮根室、室蘭に臨時要塞を建築してから、宗谷臨時要塞を建築することとされた。AB 砲台建設中に、猛吹雪で、 設計図が行方不明となり、雪解け後に住民が発見し、届けられたという裏話がある。AB っ稚内市緑1稚内南小学校の1、AB っ稚内市小間取2国立療養所稚内病院の一陸指機密第173号。AB 編成第1日は8月21日。秘匿のため、 それまで死者が実施されていなかったため命中しなかった。終戦により工事は未完成。L-12L-19。ありがとうございます。